代表、小錦コリアです。代表、恭平戦。なんでこいつだけ代表とかなってる。監督じゃないんだもん、この人。代表の試合。代表の方が来てる。なるほど。はい、ということで始まりました。はい。第2回だったか、いやー待ってました、この時は。めちゃめちゃ俺ら楽しみにしてて、まあみんなも結構楽しみにしてくれてると思うんだけど、今回新ルールといたしまして、1位、2、3、4位、順位決まったので、10位の人数ずつしか選手取れません。なるほど。これはあまり4位は4人取れてしまうと。やばい、まあ、これが最もね、次のリーグ戦の順位を、面白くさせるんじゃないかっていうルールで、まあみんなで決めました。やばい、はい、でも本当に昨日も俺らもう3時間ぐらいずっとパワープロ見て、どれ取ろうかなっていう、そうところで、まあ、大輝とノリに関してはもう1人2人しか取れないから、そうきついんだよね。結構重要なのよ。めっちゃ考えて、ね、めっちゃ強い選手欲しいからね、こっちもね。逆に俺らはもうほんとぶっ潰しに行くから、 あえて競合してもう困らせてやろうかな。あ、そうだね、そうだね。いやー急にこいつがあれ出したから安全にこれ取ろうっていうのを防ぐために、僕たちはもう LINE に一斉にもう書いておきます、はい、発表する人、それをやるので、もうそれは必要はないということで、はい、しっかりとしたドラフト会議を繰り広げていこうと思います。はい、楽しむぜ。でもノリさんがね、あの本物ドラフトっぽい声でやってくれるので、はい、やっていきましょう。はい、急に入る。やっていきましょう。第先発投手第1位、センター、第1位、センター、第1位、第1位、センター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 、第1
左。それでは開封のお時間です。どうぞ開封をください。シャーよしどうもありがとうございますマジか。はい、ということでそれではハズレ1位の指名をよろしくお願いいたします。西川。西川。1巡目決まりました。筒香、西川、ロペス、丸。総合力の高い届きましたね。ありがとうございます、うん、ちょっとやっぱ外野が欲しかった、ね、そう、俺も外野欲しくて丸選ぼうとしたんだけど、やっぱりでも左の長距離一人欲しいなと思って。やっぱ筒香だったんだ。なるほどね。やっぱ筒香欲しかったな。聖夜もマジで、鈴木聖夜もマジだったよ。いや、おもろいですよこれ。ということで、大輝さんはもう選択終了でございます。はい、これがね、プロ野球と違った ST リーグ戦のね、うん、ST リーグのルールなので、そう、急いだ方がいいよね。面白い面白い。それでは第2回に移っていきましょう。はいはい。第2回選択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 メッセンジャー阪神対タイガース第2位センタータイガースエビスビスビスマスカットノリモ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 リマジかいかれたノリモト取りました。じゃあこれ僕から書くんで。はい、はい、
あ、これ重要、マジ重要、これマジ重要なのよ。さあ、じゃあ右か左かお願いします。右。それでは、両チーム監督くじの開封、お願いします。敵それでは第1位選択肢を表彰、夕張りバリ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 松井優優東北楽天。おー、なるほど、なるほど、なるほどね。まあ楽天のね、やっぱり守護神だね。楽天の則本やった。松井はマジ打ちにくいのよ、うん、やばいね。 それはしかも、あいつ線中押さえ全部いい。おー、で、万能性も含めた上で、もうやらしくいこうという。いいね、松井だけは取られてる。メッセンはもうとんでも強いから、うん、もう絶対的エース。森本、松井、メッセン、メッセン、あー、メッセン、いいね、ちょっと楽しくちょっとおもろいよね、均衡し始めますから。じゃあ、3回目、のりさんはここで終了で、選択終了でございます。はい、ということで、選択が終了されたようです。それでは見ていきましょう。第さあ、取りました。まさかマギー来ると思わなかったね、今日ね。マギー欲しいよ。きついわ。そっかそっかそっか、弱体化したいし。まだこっち筒が入ったから大丈夫だよ。あ、そっか、筒が入ってるのか。なるほどね。さあ、で、ゲレーロ、ゲレーロ、ほう、昨日チラチラうと、うん、全選手見た中で、ま、内野手で圧倒的な存在感放ってました。なるほど。 CABCC ぐらいと、おお、やばいんすよ、ゲレーロっす。強いね。いいね。うん。で、うち内川さんいるんで。ああ、確かに。内川さんはもう DH か外に合わせるんで。はい、はい。なるほど。うまく。自身の破壊力を上げていく。なるほど。うまく。すごい。まあ、いい選択したんじゃないでしょうか。ここで選択終了でございます。はい。はい。でもあとはもう京平さん一人で。もういいじゃん。あ、もうそんな、もう、あ、言って。いい。もうないから。うん、もうかっこいいのとかもないから。もう決まってる？うん、大丈夫。はい。第4巡。え、雑。第4巡。雑。言って。大島。うわ、いいの。うわ、中日の外野だ。欲しいし、外野欲しいし。足早いもんね。確かにセンターデスパイネだもんね。そうデスパイネ。シンプルにマジか。そういえば、柳田、丸、大島で。うわ、お前日本代表よ。うわ、DH でデスパイネか。DH デスパイネ。あー、えぐい、これは。やばい。しかもピッチャーメッセでしょ。ピッチャーメッセ。これ優勝あるんじゃん。これある。取った、ヒール取ったのマジ。これあるよ、マジで。やばいわ。ということでね、はい、第2回リーグ戦が間もなく開始する。はい、うわ、このチームをもうあれに組み込まれたチームで、うん、ガチのリーグで戦っていこう。いきましょう。じゃあまあ次回のリーグ戦、はい、いや本当お楽しみですよ。楽しみだ。どっから始まるかもう決めときます。あ、じゃあ今決めときましょうか、トーナメントで。これ大事だよ、このトーナメント。グッパーでいきましょう。あ、グッドパーで分かれましょう。分かれましょう。分かれましょう。しょ、うわぁ、マジか。あれいきなり実質3人強化されてますよ、僕。待って、いきなりここ昨年のね、決勝がやばい。あ、しかも今回はご報告された。今回はノリと違って、うん、俺がノーリスクです。全然取られてました。お、前回取られすぎて。取られてね。そっか、もう取られてないんで。バンクバンク誰も取れない。やばい。で、3人補強が頼みがしました。これ優勝候補やぞ。これやばいっすよ。優勝候補だね。みんな取られてるもんね。うん、あれも取られたね。俺のセーブだから取られてない。取られてない。最強やん。うわぁ、強くなるな。第一戦のジャンケンしましょう。勝った方が大事だね。開幕戦いただけ。じゃあ俺、グーじゃん。開幕戦いきましょう。開幕戦は熱い芝居をしましょう。監督、小錦、コリアンズ対夕張メロンズ。第2戦、お願いします。お願いします。お願いします、第2戦。いや、素晴らしい。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さんも優勝予想してみてください。コメントで、ね、コメントで優勝ね、予想してね、はい、本当に。
さい。さい。さあ、来ました。さあ、これ